はい、こんにちは。年が明けると2020年で、入試には西暦をテーマにした問題がよく出るんで、来年の2020を使った問題をちょっと考えてみました。まあ、考えてみたらもうこれだけ単純なんで、まあ、もしかしたら世の中にすでに出回ってるのかもしれませんが、一応私が考えたので、模範解答も何もないんで、今からやる私の方法が最善かどうかはわかりませんが、まあ、答えだけは多分合ってると思います。じゃあ、こんなのを考えるのに、まあ、とりあえず、要するにピタゴラス数じゃないですよ。これ別に平方数じゃないんで。平方数っていうのは、とりあえず、モッド3やモッド4と相性がいいっていうのは、絞り込めると。で、ここで見てみると、平方数っていうのは、モッド3だったら、モッド3っていうのは、もう一般的に平方数っていうのは、必ず0か1ですよと。2は、3で割って2余ることはないですよ。これはもうしょっちゅう証明してるんで置いておくとして、いいとして。じゃあ、右辺の2020、これはもう簡単。3で割って余りいくつかっていうのは、各位の和だけ考えればいい。これだと4は3で割って余り1なんで、2020はモッド3だったら1ですと。で、なんでこれは各位の和だけでいいかっていうと、それは各位の和で3の倍数を見分ける方法と全く同じで、まあ、100A たす、10B たす C って3桁だったら3 33A たす 3B たす A たす B たす C ってなって、この A たす B たす C って各位の和のことですね。が3の倍数だったらこっちはもう3の倍数なんで3の倍数ですっていう見分け方と同じで、3で割った余りも結局これですよと。これの3で割った余りですっていうことで、4は3で割って余り1だからこと。で、いうことは、A 乗も B 乗も0か1。で、0か1を足して1にならなきゃいけないってことは、片っぽが0で片っぽが1っていうことで、A、B のどちらかは、どちらかは3の倍数。で、3の倍数で、もう一方は3で割って1余るか2余るか、3、なんとかプラスマイナス1という数ですと。で、一方じゃ、モッド4で考えたときはどうかというと、モッド4もやはり、一般的に平方数は0か1にしかなりませんと。まあ、これも、4の倍数は2乗しても当然4の倍数だし、4で割ってプラスマイナス1は2乗したら、ここの2乗の部分だけの1。で、4で割って2余る数っていうのは、2乗すると2の2乗で4になっちゃうから、余りはなしですと。要は0か1だけですと。で、一方、2020は、モッド4だと割り切れます。下2桁、4の倍数。っていうことは、A、B、今度は、両方を4で割り切れるか、4で割って2余る数。で、これって結局何言ってるかというと、偶数ですね、偶数。A、B ともに偶数ですよ。ってことは、まあ、普通だったら最初から偶奇で分類するならば、奇数はダメよっていうことでも構わない。奇数はダメよだったら、奇数の2乗足す奇数の2乗は4の倍数と1、4の倍数と1で4の倍数足す2になるから、奇数の2乗足す奇数の2乗は4の倍数にはならないっていうことで、奇数はダメよだから偶数っていう方法でもいいです。じゃあ結局 A、B は両方偶数というのが分かったと。じゃあ、ここで、モッド3の時の、どっちかが0でどっちかが1。で、両方偶数って分かったことから、じゃあ、A を、偶数でかつ、じゃあ、A の方を3の倍数としても一般性失われないんで、これ対象なんで。A の方を3の倍数とすれば、A は6の倍数です、結局。で、B は、6で割って、余りがプラスマイナス2の数です。3で割って、余り、プラスマイナス1の数で、さらに偶数だっていう条件から、こう表せると。で、これではもう かなり相当絞れて、代入すればいいことが起きそうです。ということで代入しますと。そうすると 36L の2乗プラス 36M の2乗プラスマイナス 24M で、プラス4が2020と。じゃあ、この4だけ移行して、ちょっと省略して、じゃあ、節約して、2016と。で、そうすると、この2016って数は、
1目9の倍数ですね。9で1目4の倍数、4の倍数かつ9の倍数で、こっちは4の倍数だし9の倍数、4の倍数だし9の倍数で、これだけ9の倍数になるとは限らないですけど、とりあえずはまあ4の倍数で全部3の倍数だから、とりあえず一旦12で割りますか。12で割ると 3L2 乗プラス 3M の2乗プラスマイナス 2M が12で割ると81だから6、72で96だから168。押すと、これもちろん、3の倍数ですね。まだ9の倍数なのに3でしか割ってないんで。9の倍数、3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 の倍数。ってことは、これも3の倍数じゃなきゃいけないんで、M は3の倍数でなきゃいけないことが分かったと。3の倍数、3の倍数、3の倍数だから。じゃあ、そこで、M に 3N 代入して、また式書き直すと、3L 二乗プラス、27N の2乗プラスマイナス 6N が168で、3で割れるんで L2 乗プラス 9N2 乗プラスマイナス 2N が3で割って56と。じゃあここまで絞れたと。じゃあここで今度はこれ偶数ですよね。偶数で、これも偶数で、これは偶数じゃなきゃいけないと。ってことは、L と N は、両方偶数か両方奇数しかダメですね。L、N の偶奇1。L、N、偶奇は、1。なんで、じゃあ、まず、じゃあ、両方偶数の場合から検討しましょうと。L が偶数、まあ、2X。N が 2Y の時と。両方偶数の場合。この式入れると 4x2 乗プラス 36y2 乗プラスマイナス 4y が56と。そこでまた4で割れるんで x2 乗プラス 9y2 乗プラスマイナス y が14と。それじゃあこれプラスマイナスなんで、じゃあここではもう最後分けて検討すると、か x2 乗プラス 9y2 乗マイナス y が14と。で、ここでもこの 9y2 乗足す y、 あ、すみません、ここでのもちろん全て自然数ですは、最低で10ですよね。ってことは y はもう2だったらもうすぐに超えちゃうの分かるんで、 y はもう1しかないと。で、 y が1だと10だから x2 乗が4だから、あ、x イコール2で、まず1個うまくいきましたと。で、2からはもう全部ダメなんで、とりあえずこれを満たす xy はこの1組だけ。で、これも、y カッコ qy 引く1だから、まあ、横が y 軸ってちょっと変ですけど、0と9分の1通るんで、もう自然数だったら1が最小値ですね。必ず、1の時の値以上。ってことは、qy 二乗マイナス y は、1入れて8以上。なんでもやはり2ではもうオーバーでダメ。ってことは、y イコールやはり1の時、ここは、x 二乗が、これで8だから、6。これは整数にならないと。じゃ、とりあえず、l、n が偶数の時は、これ一組だけしかないということが分かったと。じゃ、答え先出しちゃうと、x が2だから4。で、y が1だから2。で、l はもう4で、ここまでいけるのか。だから a が24。で、n が2だから m が6。6。6、6、36で今は、プラスの方が採用されたんで、プラス2の38。ということは、24と38。これもちろん AB 入れ替え可能ですね。24と38の入れ替え可の2組。で、これで l、n が偶数の時は検討した。じゃあここまでは同じで、今度 L、N が両方奇数の時、L、N が両方奇数の時だから、 L が 2x-1、 N が 2y-1 の時、この式に入れると 4x2 乗-4x+1 足す、9倍しながら
y にすればいいんだから 36y 二乗マイナス 36y プラス9で、あとまだプラスマイナス2カッコ 2y 引く1が56と。じゃあこれも整理すると 4x 二乗マイナス 4x でプラス 36y 二乗マイナス 36y で、文字だけ先書くとプラスマイナス 4y で、あとは10とプラスマイナス2がこっち来るんで10がこっち来て46でプラスマイナス2と。で、これやはり、こっちは4の倍数になりますね。4で割って2余る、4で割って2余る数をプラスマイナスしてるんで4で割り切れると。じゃあこれ全部4で割れるんで x 二乗マイナス x プラス9y 二乗マイナス9y プラスマイナス y が、これ48と44なんで12か11と。じゃあこれも結構 x とはそんなでかくなれないのすぐ分かるんで検討すると、じゃあ x かっこ x 引く1の値と qy かっこ y 引く1の値と、あとまあここにプラスマイナス y はちょっと後から考えるとして、それぞれ xy が1,2,3,4,5 の時で、1の時は0,0で、2の時は2で、これ9倍すればいいんで2く18で、この時点でもこれダメですね。 y に関しては11か12で、18から2引いてもまだ16なんでもうオーバーで、こっちはまだいけて、3,2が6,4,3,12で、次でもダメですね。5,4,20これはもうダメと。じゃあそうするともう12と、じゃあこれダメだから0と12と0とで、 y が1の時の話だから引く1すれば11にはなれます、ね、そうすると y が1で x が4ならだけで、しかもこのマイナスの時ですね、マイナスの時にうまく12と12引く1で11っていう式が成り立つと。じゃあこれも答えで、これ以外にはないのは表から分かると。じゃあ x イコール4なんで l が7で y は1、あ、 n、 y が1だから n が1で、n が1だから m が3で、 l はもうそのままここに来られるんで7,6,42と、m が3だからサブ6,18で、今こっちはマイナスの時を採用してるんでこっちですね、マイナス2なんで16、42と16、これもちろん入れ替え可能なんで、まあ入れ替えを含めればこの4組が答えになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。